ズベイさんこんばんは、アキコさんこんばんは、ケイコさんこんばんは、チェありがとうございます、ミコさんこんばんは、ミーハールさんこんばんは、あとヨメン様こん、名も名前が出てこなかったけどこんにちは、こんばんは言ってるわ、こんにちはだねこんばんは祭りしてもた、ミミさんこんばんは、また言った、こんにちはヒロさん、ムームームーモノさんも来てくれた、ハニワさんもこんにちは、山崎かりかきえさんこんにちは、ニコさんこんにちは、コメントありがとうございます、モイコモイさんこんにちは、ナエさんこんにちは、ドクユカイさんこんにちは、ロロナさんこんにちは、ケイコさんありがとう、サイカさんも来てくれた、アヤコさんも来てくれた、ヒロミさんありがとうございますホメさんも来てくださった、ありがとうございます、136さんこんにちは、コメントありがとうございます、ホメさんありがとう、みつきさんこんにちは、ロロノアさんこんにちは、コメントありがとうございます、お気軽に何でも言ってけいこさんがこんばんは言うと思ってた、もうダメだね、体とか頭と何もかも、こんばんはこんばんはだわあこんにちはこんにちは、ラノナさんありがとうございます、なんちゃらバニラさんこんにちは、マハラさんも来てくださってありがとうございます、抹茶さんとゆうきっちさんこんにちは、あと1名様名前出てこなかった、ニコニコさんこんにちは、しーちずるさんありがとうございます、ともデートさんこんにちは、あ、けいちゃん元気、おうち時間楽しんでる、りょうこさんこんにちは、さやかさん今日はね、急に思い立って1時間前に告知するという、今日3時からと、あと夜の9時からまたインスタでねマスク作りますよ、ライブですそうやって何も知らないのにこうやって駆けつけてくれてありがとうね、さやかさん大好きですよ、ピーナトさんこんにちは、レースデーレコさんこんにちは、あ、ローローナさんちょうど今マスク作ってました、ありがとうございます、なんかわからないこととかマスクのこと質問あったらね、あのお話の途中でぶった切っても何でもいいのでゆっくりでいいんでコメント書いて、あのポンポンって書いといてください、私お話の途中でもちゃんと戻ってあのね、質問を拾って必ずお返事しますんでね、何でも聞きたいことあったらお尋ねくださいね、あやこさん夜は子供たちと寝ちゃってるのでお昼のライブ嬉しいです、私も嬉しいです、あやこさん来てくださってありがとうございます、わかるわ、子供と寝てもうのはすごいわかるよ、七兄さんこんにちは、ひろこさんこんにちはヨッキーさんも来てくださってありがとうございます、 MM マップさんこんにちは、ひろこさんありがとうございます、いつもいつもありがとうございます、石井富士さんこんにちは、ゆきさんこんにちは、りこさんこんにちは、524くにこさんこんにちは、エステラさんこんにちはあ、ひろこさん見つけてくださってありがとうございます、 MIM さんこんにちは、今日またありがとうございます、チョコビさんこんにちは、あ、イングムバおじさんこんにちは、シーバーイヒタタさんこんにちは、さあこんにちは祭り、ありがとうございます、たくさん、ちょっとここら辺からごめんなさい、割愛させてもらおうかな、ホーメンさん2回とも参加させていただきまして嬉しい、大好きですあ、ハニワさん手抜いて制作中でしたって、ありがとうございます、ブミさんもありがとうございます、今仕事中なので夜ゆっくり参加します、はい、あの仕事中ありがとうございます、お仕事頑張れ受ける、はじめまして、クアンチェイティス クアンチャリット、クアンチャリットさんはじめまして、こんにちは、なんかお気軽にコメントくださいね、ひろこさんこの前木綿のマスクから暑い季節に向けてさらしで作り始めました、へえ素敵、つつべるさんマスク作りながら聞いてますって言ってくださった、ありがとうございます、あ、よしこさんも来てくださった、ありがとうございます、かけちょこさん こんにちは、 ありがとうございます、かけちょこさんコメントくださった、嬉しい、さあ今日はあのまだ初めてね作られる方とか、あとあのマスクのことよくわかんない方とかもいらっしゃると思うのでくどいと思うんですがね、まだね私の考えたポケット付きマスクのあの説明から、作り方までまるっとね、ちょっと走り走りかもしれないですけど
ざーっとお見せしようと思いますよ。こんにちは、ロッカさん。何でも気軽にね、私がバーってめっちゃ一方的に多分喋ったとしても、何でもね、お気軽にね、コメントバンバンしてください。ちゃんとね、質問とかね、お尋ねになられたいことには、後で遡ってでもきちんとお返事しますね。焦らずに、あ、話終わっちゃった、次に行っちゃった、もうこの質問ダメかなとか思わなくていいので、何でもね、お気軽にゆっくり書いたらいいので、コメントしてくださいね。よいしょ、ヘッコラセット。136ポンさん、今小5の娘が手縫いでマスクを撮影中でしたって、すごい、みんな見た？すごいね、5年生が作ってるよ。いやー楽しみー、いいな娘頑張れ、応援してますね。かけちょこさん、何種類か作ってみましたが、こちらの型紙が一番って言ってくれた、嬉しい。かけちょこさんが一番好きとか言ったありがとうございます。よしこさん、こんにちは、何度も聞きたいです、ありがとうございます。もうね、洗脳するからな島ひなたさん、福島でお会いできて嬉しかったです。岩手からだ、あ、ねえ、無事だった私、よし。すごいよ、この島ひなとさん。私が福島のイベントに去年の9月に初めて出展させていただいた時に、岩手県から福島までいらっしゃったの。だからデルトにとってたった一人の岩手県のお客様。いやー、私も涙出たよ、嬉しかった。元気ですかよかった。あの後岩手でちょっと災害あったからね、どうしよう、大丈夫かなって心配してたの。よかった、またまだつながれてた、嬉しい。あ、岩手強いね、岩手最高。136さん、頑張りますって言ってくれた、頑張りましょうね、一緒にね。そうそうそう、あ、ななみさんもこんにちはさあ、このね、フィルドのポケット式マスクなんですけど、こだわりはね、大きくね、3つかな。うん、まず1つはポケットがついてるってことね。マスクにポケットがついてるね。日本ではね、あんまり馴染みがそんなにないかなと思うんですけど、このポケットがついてるとついてないはね、大きく違いますよ、この感染予防の時はね。そう、このポケットにね、こういったね、紙マスクとか、あとね、キッチンペーパーとか、フィルターと効果のあるものを入れて使う、これがね、感染予防に大事、すごく大事。これはね、私が考えついたんじゃなくって、 SARS をね、2004年から経験した香港のね、私のお友達の布作家さんに教えていただいたこの知識なんですね。SARS が起きた時に香港はね、マスクはね、日本とあとインドネシアって言ってたかな、紙マスクね、輸入に頼っている国なんですが、 SARS があった時に一気にね、マスク不足に陥ったんですね、今みたいにね。そんな時にね、こういう風にホルダー付き、ポケットでホルダー代わりね、ポケット付きのこういう布マスクを作って、そこにね、ティッシュを詰めてね、それでね、SARS をね、経験しのいでたの、香港人、あとアジア人ね。そう、この知識をね、この知恵をね、私はね、日本にね、この大変な時に広めたい、知っていただきたい、伝えたい、そう思ってこの活動をさせていただいてるんですね。ありがたいことに海外からのご注文とかもたくさんいただいていまして、今までどこに送ったかな、いろんな国に発送させていただいたり、お問い合わせをいただいているんですが、うん、どこの海外の方かも必ずおっしゃられるのは、あなたの作るこのポケット、マスクにはポケットはついていますかって必ず尋ねられますよ。なぜかというと、こんな感染予防の時に使うための布マスクにはポケットがついていることが普通、こっちが常識ね、こっちがね、一般的ならしい、世界的にも。本当はね、世界っていうか、アジア人は特に SARS 経験したからね。これはね、他の国の方はこうなんですが、日本の人はね、どちらかというとガーゼの四角い給食マスクがすごく定着している、その延長でこういった立体マスクを作ったりとかいろんな人が言ってくれた、入れて使う、そう
真似されてる。あのそれをね、あのそうなんですけど、あの日本でもね、ここにフィルターを入れて使う、これをね、あの皆様にお伝えしたくて、このマスク不足の中で、あのただの布だけのマスクまで、あの感染予防効果を妥協しなくていい、ここにフィルターを入れてホルダー代わりにして使う、この考えをね、どうかどうか皆様のね、素敵な大切な人に伝えていただきたいなと思っています。そうで、2つ目の特徴はね、サイコさんも言った、よっしゃ言うぞ、ここにね、紙マスクやね、フィルター効果のあるね、ものをね、入れて使う、皆さんもね、必ずこれは押してください。あのポケットに何も入れないでこれを使うと、ね、これ何を、ポケットに何もこれ使うんだったらね、安倍さんのマスクの方がまだ感染予防効果が高いと私は考えますよ。これはただの三重構造、安倍さんのはね、もう60ぐらいになってるから、安倍さんのマスクみんなめちゃめちゃなんかフルボッコしてますけど、あの私のこのマスクをせっかく一生懸命作ってくださっても、ここにフィルターを入れずにただの布マスクでこれを使うんだったら、安倍マスクの方が感染予防効果は高いですよ。これだけはね、皆様にもお伝えしたいんですが、皆様のマスクを使ってくださる人にも伝えていただきたいなと思います。言っていいよ、これねって、あなたにくれてやるわって、くれてやるわとか言うとあげるよって。でもね、中に何も入れずに使うんだったら安倍さんのマスク使いなねって。そう、ここにフィルターを入れて使う、これでコロナを防ぐんだよ、あなたの命に関わることだからねって、ちゃんと伝えていただければと思いますよ。 OK、 ナミさん、私も息子たちにうるさく入れてって言ってました。ちょっと説教臭くて押し付けがましくて申し訳ないんですが、あのね、命に関わることだから私うるさく言ってるんです。これは適当に作ったマスクを適当に配ったら、そのマスクをありがとうって思って使ってくださる、命に関わる、そうでしょ。私はこの型紙をありがとうありがとうって皆様が使ってくださる、そこにはね、皆様と、まあもちろんだけど、皆様が作ってそれを、ね、いろんな人にあの広めてくださった、そう使ってくださる人たちの命に関わることだと思ってるから、これは本当にくどくてすごくきつい言い方してしまうけどね、必ずポケットにフィルターを入れて使う、これをね、もうペルトのマスクとか言わなくていいのね、フェルトの型紙なんて言わなくていいから、これだけは絶対伝えてくださいね、命に関わるからね。そう、あ、皆さん伝えてますって言ってくれた。よしこさん、耳に残るからいいと思います。よし、作り方見たいって言ってくれた。あと2個だけ説明させてくださいね、ルッカさん。あのね、これね、1個目はポケットがついてること、2個目はね、これね、大きく顔を包み込むこの形と大きさ、これも私のこだわりですよ。あのね、マスクっていうのは息漏れをするんですね、こういった隙間からね、こういった隙間から息漏れをしやすいの、なぜならここを通すよりも空気が通りやすいからなんですね。でもそれをしてしまうとね、せっかくここにねフィルターをね入れてても、ここで息をしてないと意味がない。なので、なるべくこういったところから息が抜けないような作りをしたいなと思って、この大きく顔を覆うデザインにしてます。あの、型紙をダウンロードされた方、ペルトさん、大きいですねってよく言われるんですけど、そうなんです。大きく使ってください。作り方どうやるんですか？作り方見たい、キヨさん。あのね、後で作る。この説明の後に作るから、さっきマスクの説明だけさせてくださいね。ね。そしたら、この大きいフォルムは、息が漏れにくい。この目の近くまで上が来ますわ。おかげでね、メガネが曇らない。これはすごいたくさんの方に言われてます。こっから息が漏れてないんですよ。だからメガネが曇らないっていうご意見。あとね、ここもね、あのね、マスクはね、このね、横のね、布の生地をね、なるべく少なくする作りにしてるので、ここが柔らかいの、ここが。ほら、こんなに柔らかいの。ここを三つ折りにしない作りにするから。ここを1回だけ倒して縫うっていう作り方にしてるんで、こんなに柔らかいの、ここが。まあ、どういうことか、こう顔の形に沿う、耳に引っ張った時に、いろんな顔の形、いろんな面長さん、丸顔さん、いろんな人の顔の形に柔らかくフィットできるように、ここをね、柔らかくする作りになってますよ。ね、
あとはもうここからも抜けない、ここからも抜けない、ここからも抜けない、そういう大きなフォルムになってます。で、3つ目の特徴が紙マスクについているノーズフィッター。ノーズフィッターって言って、あの鼻のワイヤーね、これをね、これ紙マスクから取り外していただいて、後からね、ここから入れていただく、ね、紙マスク1枚あれば皆さんノーズフィッター1個ずつ持ってると思うので、そこ切り取ってね、ここに入れていただくことで、このマスクがノーズフィッター付きのマスクになって、より一層息漏れを防ぐ、顔にフィットさせる、そういうことができるマスクになってます。そう、大きい方がいいんです。ミミさん、そうだよ。母さんこんにちは。ガマさんこんにちは。ミツゴンさんこんにちは。ありがとう。コメント来やすくしてくださいね。ユキさん、家にプリンターがないのですが、コンビニとかで印刷できますか？できますよ。コンビニ、Wi-Fi プリンターっていうのがあるんですわ。PDF ファイルをスマホに保存しておけば、Wi-Fi でね、コンビニのプリンターに飛ばす機能がありますわ。それはね、コンビニの店員さんに尋ねていただいたらできると思いますんでね。よかったらしてみてください。もしね、コンビニにあまりお出かけするのもおすすめしませんので、手書きの方法などもお伝えしてます。もしね、手書きがいいとおっしゃったら、後でメッセージいただけませんか？私、手書きの仕方の画像をお送りしますんで、おっしゃってくださいね。ふぅ、ふみえさん、顔の大きさを測ったんかっていうほどフィットするわと、喜んで笑ってますやって嬉しい。私ね、ありがたいことにこれ海外のね、いろんな国、タイ、インドネシア、あと香港、台湾、韓国、ブラジル、ペルー、スペインね、あとカナダ、こんだけの国の方に作っていただいたりお送りしたりしてるんですけど、同じデザインで、いろんな国の方にはね、フィットするわって言っていただいてるんですよ。なので、もしかしたら私このデザインは成功してるのかもしれない、まあ、顔の大きな方はサイズをね、大きくプリントアウトして、そうそうしてもらうんですけどね。さあ、よし、やるぞ。あ、きょうさんこんにちは。ゆきさんありがとうございます。かずこんにちは。ひまわりさん、ライブ夜だけじゃないんですね。頑張ってください。ありがとうございます。今日はね、制作をやってみますよ。あともう3つのさ、特徴を言ったので、早速ね、作り始めます。型紙をね、プリントアウトしたら、布をカットしてくださいね。これが表布の蝶々柄。こんにちは。直美さんもこんにちは。この蝶々柄が表布になりますよ。これを2枚用意してくださいね。見て。今回はね、ガーゼじゃない、表布は普通のね、コットン生地で作ってみようと思います。薄手のコットンですよ。薄手、ハンカチぐらいの厚みの。こんな花柄のマスクを作ってみようと思いますよ。そうそう。はい。でね、今度ポケット布は、こういう風に左右対称というか、右向き、左向き1枚ずつご用意くださいね。ね、わかる？形が。同じ形じゃないの。右向きと左向きね。左右反転したものを1枚ずつご用意ください。これがね、材料ですよ。これで作っていきますね。私これから手元にカメラを、手元向きにカメラを動かして、実況してまいりますが、質問などあったら遠慮なく途中でいいので言ってくださいね。作業が終わった後にきちんとお返事しますので、その作業じゃない、全然関係ないなって思う作業の時でもね、工程の時でもね、何でもお気軽にご質問いただけたらと思いますよ。さあ、それでは作っていきます。さっさといきますよ。 KACMR さん、手縫いでもできますか？できますよ。今ね、このライブを見てくださってる方、小学5年生の女の子が手縫いで今作ってらっしゃいますんでね、ぜひとも手縫いでも縫ってみてくださいね。それではね、ちょっとミシンのね、ちょっとカメラのアングルをね、ミシンに下げますよ。ほらっと、よっからセット、よいしょーっと、からシャッと。どうかな？みんな見える？そう。こんな感じ。ちょっとね、見えるかな？そう。そしたら早速塗っていきますが、こうしようかな。ね、表布を、こうやって内表になるように、柄が内側同士になるように重ねます。蝶々の柄ね。うん。で、このね、端から1センチをね、両サイドね、この丸いところをね、端から1センチの縫い合わせで、端から1センチの縫い代で縫い合わせていきますよ。ここね、
で最初1回いきますね。1センチで縫い合わせます。はい、こんな感じね。で、私さっき今縫ったのもそうなんですけど、ここはね、もう返し縫いせずに縫ってくださっていいですよ。あのね、返し縫いしないといけないとか全部で3箇所だけでいいですわ。これはね、あのガーゼで縫ったりとかした時、もし失敗した時に、ほどく時にね、すごく大変なんですよ。あのガーゼをね、ミシンで縫ったのをほどくって。なので失敗しないでいてほしいですけど、もし失敗した時にほどきやすいようにでね、言うてもこれ最後の工程まで最後に行くと、ここを返し縫いしていないことが商品の仕上がりの後に響かないので、後でほつれてくるとかないので、あの作業を少しでも減らして簡単に作れる、これにこだわってるんで、あの返し縫いすらしなくていいという布作家ですだからみんななるべく簡単でいきますよ。ここはね、返し縫いなしで1センチ縫います。反対側も返し縫いなしでいいので1センチで縫い合わせてくださいね。よいしょ。はい、こんな感じで縫えました。そう、糸が黒っていうか茶色にしました。そしたらみんなが縫ったとこ見やすいかなと思って糸の色を変えてますよ。さあ、そして縫えましたら、ここをね、このね、さっき縫ったところの外側を 1.5 センチ間隔ぐらいでハサミでね、切り込みを入れていきますよ。こうすることでね、ここのね、ラインのが丸く広がりやすい。そのためにね、切り込みを入れていきますね。こうやってハサミで切り込みを入れていきますが、くれぐれもね、さっき縫ったミシンの糸の上を切ってしまわないように気をつけてくださいね。こんな感じ、ほら、こんな感じね。こんな感じで切り込みを入れてください。反対側も切り込み入れていきますね。たったったと、こんな感じ。そっ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 そーの、そっそっそっそー、ほらね、両方ともビラビラなりましたわ、切り込みね。そしたらね、これをね、開いていただいて、これアイロンで本当は必死やるのがセオリーなんですが、まあ、めんどくさいのでそんなことしません。小さなお子様にもできるように、私はこれをね、そのね、爪でね、この分け目をガジ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 ってこうね、こすることによって布をこう癖づける、あの爪アイロンっていうのをね、お伝えしてるんですね。爪アイロン、こう爪でね、ガジ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 ってこうね、指でやる。こうやってね、子供にもできるし、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でもアイロンを出してこなくて作れる。そう、こういう風にね、このね、餃子の皮みたいなところのね、ビラビラをね、こう縫い目のところで割って、ビラジガ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 ジってガジガジガジってこう引っかきながら外にこう倒れるように、こういう風に癖をつけてくださいね。こんな感じ。そう、爪アイロン流行らそう。アイロンいらないわ。アイロンいらないよ。で、爪アイロンしたらね、こんな感じ。ね。こっちが上ね。こんな感じ。そう、爪アイロン。みんな爪アイロン好きみたい。あ、方言丸出しよ。あの、私これはいろいろ、あの、混合した方言なんでね。聞いてね。そしたらね、この上をね、こう、上、こっち下。上をね、こう開いて、で、こういう風に合わせますよ。こういう風に合わせるの。ね。でね、このね、縫い目と縫い目のこの角をしっかり揃える。揃えたらね、この爪アイロンで広げたこのビラビラも揃える。こういう感じね。で、この端から上を1センチずーっと最後まで縫っていきますよ。そう、いきますね。そう、結構跡がちゃんとつきますね。そうなんです。特にこれはね、あのコットン生地で塗ってるので余計に跡がつきやすいですよ。ガーゼはね、丸くなりやすいので、あの癖がしっかりつけないとですけど、コットン生地はね、簡単に癖がつきやすいですよ。爪アイロン最高。はい、こんな風にね、上をぐるーっと縫いましたよ、1センチでね。そしたら今度ね、さっきみたいにね、あの
切り込みを入れるんですが、端のところだけね、三角に切り落とすんですね。見ける、見る、こうやってね、この縫ってしまった糸を切ってしまわないように、こういうふうに三角に切り落としてくださいね。こっち側も同じように、こう、三角に切り落としてくださいね。そしたら、先ほど同様ここを 1.5 センチずつに切り込みを入れていきますよ。ね。これ、ここもね、くれぐれもさっき縫った、縫い代をね、縫い代で縫い線、縫いた糸をね、ちょきんと切ってしまわないところで切り込み入れてくださいね。こんな感じ。ほらほらほらーの、ほらほらー。ほら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 ー、わかるかな？で、こんな風に切り込みを入れるの。こう。ね。で、これができたら、下が空いてるので、ここからひっくり返しますよ。よっこらせーのせー。ね。そうそう。よっこらせーのせーですわ。ほんでね、こういう風にね、下から爪でしっかり出して、この上の縁もしっかりこう折り目のところ、縫い目のところを開いてね、で爪アイロンでね、キュッキュッってこうしごいて折り目をしっかりつけておくと、こう後の工程が楽になるので、下からこう指を入れてこう押しながら、押し出しながらでもいいので、こういう風にしっかり癖づけてくださいね。そう、そしたら次はこれでね、表布の完成。こういう感じ、完成。そしたら次はポケット布に行きますよ。さあ、ポケット布はこんな感じね。このポケット布も同じように内表にする。内表っていうのは表側が内側同士になるように重ねますよ。こうね。そしたらこの丸いところをまたね、外側1センチの縫い代で縫い合わせていきますよ。いきますね。はい、こんな感じね。そう、ね、この表布、今回ねコットン生地でしてみたんですが、内布は私ダブルガーゼちょっと使ってみてますよ。ガーゼがもしちょっとでもある方は、内布のガーゼにすると口元のね、肌触りがとてもいいのでね。ない方はもうしょうがない、ないから作れないじゃない、ないなら違うので作ればいい、そういう感じにしてくださいね。そう、そしてなになに、まどかさんごめんなさい、ポケット布の型紙も出てきますか？ね、ポケット布の型紙というか、ちょっと待ってね。ちょっと退席してもた。ちょっと待って、マスク触ってますよね。カメラ触ってもってガサガサって言うね。ごめんね。よっからせーの、セット。こういったね、型紙になってると思うんですね。蝶々ね。このね、蝶々の型紙をね、切っていただいたら、あとはね、このね、赤い線がついてると思うんですね。この赤い線でチョキチョキっと切り取ってください。そのこっち側がポケット布の型紙になりますよ。ね。そう。中断させてしまってすいません。いいですよ。大丈夫。任せろ。ね。この赤い線で切り取ったこっち側がポケット布の型紙になるんで、こっちもこう切って、ね。こっち向きと、こっち向きと1枚ずつ取ったのがポケット布になりますんでね。同じ武器で2枚取ったら合わさらないから、あっ、ってなるよね。よし、そしたら縫い合わせたらまた同じように 1.5 センチずつ切り込みを入れていきますよ。これもね、縫ったところを切ってしまわないように切り込みしてください。こんな感じね。そうそうそう。そしてもし、そして縫えたらこれを開きます。開いて、さっきと同じように爪アイロンでジゴジゴジゴっと、ジゴジゴジゴっとこうね、引っかきながら癖をつけてください。ビラビラをね、縫い目のところでこう外側に開く作業をしてください。これね、ちょっとめんどくさいんですけどね、
でも小さなお子様でもできる。で、綺麗に倒れてなくてもええわ、こんな。ね、できればいい。こういう感じになります。で、これはね、ビラビラはね、これ実はポケット布のね、このね、この内側になるんですけど、ここね、こうポケットの内側。そう。ほんで、内側になるんですが、このビラビラがね、ビラビラのままだと気持ち悪いっていう方、もしよかったら押さえミシンをしてくださいね。私もするんですが、このね、真ん中の縫い目から両側の外側 2,3 ミリのところをずーっとぐーっと縫って、このビラビラを下に押さえる、押さえミシン、これはめんどくさかったり手縫いの方は省略してくださいね。ではちょっとここ押さえミシンやりますね。これ一気にね、行こうとすると立体なんでね、なかなかですわ。なので途中でこうやって止まって、このビラビラを押さえて押さえて、しっかり開いて、これで進める。そしたらうまくいきますよ。はい、こんな感じで一本押さえの道が、押さえミシンができました。反対側も同じようにしますね。途中から参加 OK です。ちゃんとログは残しますんで、後から見れるから心配せずに見てくださいね。大丈夫ですよ。ではもっとね、反対側もね、同じように縫い合わせて押さえミシンをしていきますよ。そう、ほら見た、ほら見てごらん、できたよって。押さえがね、外から見たらこんな感じ。そう、これができたらポケット布もあとちょっとだわ。余分な板落としてくださいね。このね、内側が見えるっていうのがすごく気になるとは思うんですが、なんでこう内側が見えるままのポケットにしたのかは、このポケットの厚さ、マスクの分厚さにちゃんとこだわってるので、ポケットの内側が見えるからって変に気を使わないでください。この厚さをこれ以上分厚くすると息がしづらくなりますんでね。こう、そしたらこっちが下、こっちが上ね。この上側のところを三つ折りしていきますよ。1センチ折って、これも爪アイロンで十分ですわ、癖がつくんでね。1センチで折ってね、もう1センチ折る。この三つ折りをここで爪アイロンでいいので癖付けしてくださいね。よっこらせいのせい、よっこらしょうのしょう、こんな感じ。三つ折りね。そうそう、押さえミシンなどした方が使っていくうちにほつれにくい感じですか。うん、なんかポケットを出し入れするだけのためのポケットなので、気にならない方はぐちゃぐちゃにボワボワになってもいいかって感じかもしれないですよ。ただね、押さえておくとここがビラ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 はこう右左にならないので、まあいいかなぐらいで、これはもうほんと、もうここそれぞれ、ここがあってビラビラなってるからってコロナに感染しましたはあんまり関係ないかなと思いますわ。もう見た目の問題、いつもね、もう切り込み入れてる時点でね、ちょっとはほつれてはきますわ。どうしても気になる方はジグザグミシンで押さえるのもいいかもしれないですよ。でもカーブの三つ折り難しかったです。ああ、わかる。でもざっくりでいいよ、ここもね、大丈夫。布が柔らかいから。で、ここは布がちょっとバイアスになってるんですよね。バイアスっていうのは布の目地に沿ってちょっと斜めに布が張ってる、ラインしてる、ライン取りになってる。ってことはね、布がちょっと伸びるの、ここのラインは。だからね、ヌーンってヌーンってしながら、ヌーンヌーンってしたら言うこと聞くから、そんな神経質にならなくて大丈夫。ちょっとぐらい右と左が歪んでも大丈夫。ね。そしたら縫っていくんですけれども、私はこのね、三つ折りするこの縁を一箇所開けて、あとでね、ノーズヒッターっていうね、マスクのね、鼻のところに入れるワイヤー、これをね、あとで入れられるようにしているので、無理にね、無理だね、ここをね、最後まで縫ってしまわないでくださいね。で、こっち側から縫っていきますよ。ヌーンって縫って縫って縫って、ここで一旦ストップ。ここで返し縫い。ね。で、ここも返し縫いで初めて最後まで縫う。これをしていきますね。よし、行くぞー。ほらよって、じゃあ縫っていきます。ブラーンと縫って、ぬーんと縫いまして、真ん中過ぎたら返し縫い、一回ストップ。ここまで縫ったらここでストップで返し縫い。
1.5 センチか2センチ開けて、こっから返し縫いして最後まで縫いますよ。ん？ひろっちさん、こんにちは。そう、何でも質問途中でいいので、関係ないことでもいいので聞いてくださいね。はい、続きを最後まで縫いました。そしたらちょっと糸の処理をしますね。よっこらセットして。そう、そしたらこんな感じ。ここが空いてるの。ね。ノーズワイヤーは表地には入れないですか？表地には入れないですね。私は内側のポケットに入れますよ。なぜなら、内側にポケットがついているその上にある表地にワイヤーを入れてしまうと、それはね、柔らかいノーズワイヤーが内側のポケット布までも押さえつけて鼻にフィットさせる力までもがないと私は考えるんですね。なので肌に近いところのこちらに入れる。こちらの方がしっかり鼻にフィットすると思いますわ。もしね、ピントさんがね、どうしても外側にノーズフィット入れたいと思われるんですが、一回そのように作ってみられるといいと思いますよ。多分フィット感が全然違うと思いますわ。やっぱりノーズフィッターっていうのはね、目の近くに入れるワイヤーなので、あまりね、強い力はないですよ。なぜならね、あまり強い力でワイヤーがあるとね、これはなんかぶつけた時に目の近くにあるので、この目の周辺の細かなところに刺さった場合、大怪我になりますよ。目に刺さったら危ないしね。なので、ノーズフィッターっていうのはね、プラスチック製で必ず、万が一何かあった時でも、布を突き破ったり、肌を突き破って傷つけることのない素材でできてるので、そんなにもともと力はないですよ。なのでね、内側のこのポケット地につけるぐらいにしておかないと、外側からそれを全て押し付けて、鼻にぴったりフィットさせるほどの力は持ち合わせていないですわ。ね。なので私は内側のポケット地、お肌に一番触れるこの部分に入れるのが一番正解かなと思って、ここに入れるようにしてます。そのために私はね、ポケットを上から入れるタイプに考えてるんですね。私の考えはこうです。ピンタさんもよかったら参考にしてみてくださいね。そうですね、手縫いの方は押さえ布をしないのでノーズフィッターが通しにくかったね。そしたらね、そういう時はね、このね、三つ折りするでしょ。ここだけ縫えばいいじゃん。どうしても気になるならここだけをちょっと押さえたらいいですわ。わかる？こうずーっと手縫いすると大変だから、この三つ折りする縁だけ、ここだけをちょっとだけ押さえといたら、こう折ってこう折る、この内側が平和。そしたらちょっとはノーズフィット入れやすいと思いますよ。そう、手縫いだとなかなかこれを押さえしてくださるな、私はおすすめしませんわ、大変なんでね。ワイヤーが入れにくいぐらいを押さえるだけの、ここの部分だけの押さえでもいいかもしれないです。でも入れにくくても、ジゴジゴなんとかやってりゃなんとか通りますわ。一回通したらね、ワイヤーはもうここのワイヤーの隅かになるので、一回通せたらいいかなって私は思ってますよ。そうで、こういうふうにワイヤーの入り口も作ってポケット布ができました。そしたら合体させていきますね。先ほどの表布に合体させますよ。ここをね、しっかりこのね、表布の縁と縁のこの縫い目と縫い目をね、ここを合わせますよ。で、そこにこのね、ポケット布の真ん中も合わせてね、上に重ねます。わかる？ポケットの内側が上に向くように重ねますよ。そう、それでここのね、ポケットの縫い付け、この下をね、1センチで縫い代で縫い合わせていくんですが、縫い始めはこのポケットの縁からでいいですよ。ポケットの縁から縫う、ここのポケットの縁で終わり。これもね、返し縫いなしで縫い付けていいので、よっこらせ、縫っていきますね。ここが若干くの字を描くんですが、もともと型紙がぴったり合うことになっているので、ゆっくり縫い進めたらずれることもないのでね、慌てて縫わなくて大丈夫ですよ。はい、縫い合わさりました。こんな感じ。そう。ね。そしたらこれをひっくり返しますよ。よっこらせーのせー。よっこらしょうのしょう。
こういった感じ、ね、でこのひっくり返したこの下の縁をねまた爪アイロンでねしっかり癖付けをしておくと後の作業が楽ですよ。そう、こんな風になります。3枚重ねたところの真ん中が縫い代まで重なりすぎて縫いにくかった。3枚重ねたところの真ん中が縫い代まで重なりすぎて縫いにくかった。ここはどうしても分厚くなりますね。これはもうしょうがないですわ。あの縫いにくさはしょうがない。あの重なってる部分はどうしても布が分厚くなるのでしょうがないですわ。ゆっくり針を進めていっていただくと厚いところもねいけると思うんで、あの縫いにくさはもうご了承ください。どうしてもねこのポケットをつけるっていうことだけは命に関わることなんで、ね、省略していただきたくないんですね。そんな感じですけれども春のママさんいかがでしょうか。さあ手縫いのビラビラの押さえなるほどって言っていただいた。あとカンハリさんもノーズフィッターの件は OK。 よっしゃ、じゃあ次進みますね。このように重ねたら次はねマスクゴムを通る場所を作りますよ。この横のねこの縁の部分を一回倒すんですが、この縫えていないこの部分ねビラビラ、これを一緒にねポケットと同じように1センチでこう折り込む形になりますよ。そう、そしたらねこの折り込んだままこれを 1.5センチパタンと倒して、これをねあのマスクのゴム通しにします。こう縫うんですが、私はミシンの場合これを一周ぐるりと四角形に縫ってしまうんですね。このここをゴム通しを縫う。その後このままねこの上の部分縁の押さえミシンをずーっと縫って、でこっち側をパタンとまた倒して、ここの反対側のあのゴム通しを縫い付ける。で下側また押さえミシン、この一周四角く縫うことであの終わらせてますわ。これもいっぺんに全部終わらせるシステムあの手縫いの方はねここだけを縫えばいいので、こっち側とこっち側、ミシンの方は一周縫うとここがしっかりするんでね。でも手縫いの方はその必要はありませんよ。マスクゴムを通すこの耳の部分を倒して縫い付けるっていう風に、ここだけを縫うだけで構いませんのでね。はい、じゃあ縫っていきますよ。ちょっとね私ごめんタグつけるわ、タグつけさせてくださいね。ちょっとこれ性能性で、これ小脳小で、あの一周ずっと縫うとき、この上を縫うときはどうかね、あのポケット布の縁も一緒に縫ってしまわないように気をつけてくださいね。でこの辺で一旦ストップして、でここのまた反対側のマスクゴムを通すところを準備して回す。でここはマスクゴムの反対側を、手元が映んないよね、ごめんなさいね、上から撮るとあれだな、よっこらせーのせー、で四角くずーっと下は押さえミシン、で一周したらまたさっきのところに戻って、ここが返し縫い。返し縫いは全部で3箇所で十分ですよ。他のね返し縫いしていない部分は全部この最後の一周縫うことによってね、あの内側に全部入ってしまうので、返し縫いをしていないことであの後になってほつれてきたとかいうことはございませんので、どうかあの返し縫いをする場所はもう全部で3箇所だけで OK ですんでね、そのようにしてくださいね。はい、私はタグをつけたので余計な作業が一つありましたが、こんな感じで出来上がりましたよ。よっしゃ、ちょっとみんなにコメント読むわ。明日コンビニで、あ、ひろこさんがそう、ゆっくりやればきれいにできますよって言ってくれた。ミーツーゴンさん、明日コンビニでプリントアウトして早速作りますって言って嬉しい。作り方ポケットとてもいいマスクですね、ありがとうございます。ぜひほいでね、これでちょっと私のねこっちに戻すよ。私のブサイクな顔は映ります。こんにちは、お久しぶりこれでミシン作業はおしまいですよ。それでちょっとコメント読みますね。あややさん、今日は5枚作りました。動画も分かりやすくてありがとうございますって言ってくださった。嬉しい。ちゃんとね出来上がったのにこうしてライブに来てくださって、こうやってコメント残していただけるの嬉しいです。パソコンもプリンターもなくて姉に型紙印刷頼んでいたので明日作るのが楽しみです。お礼にマスク姉家族分作りますよって、ピントさん優しい、ありがとうございます。やだもんさん来てくれた。やだもんさん今手縫いで作ってますだって。ミシンが欲しい、欲しいな、ミシン欲しいな、わかるよ。
でもミシンなくても作れる。ヤダマさんね、お仕事もあるしゆっくりしようね。マリウム、マルムさん、縫うところが少ない上に綺麗。そうなんです。あのね、一番少ない工程に引き算を最大作りました。最大に引き算しました。手縫いの人、手縫いの人でも作れる。で、ミシンの人でも作業工程が一番少ない上でポケット付きのマスクがついている。ポケット付きのマスクになる。かつ、この実用性と、あの効率の良さというか、このフィルター効果を高めるためのフィット感を叶える。これはね、あの機能はそのままに、作業工程は極力簡単になるように最大限に引き算しました。なのでね、どうかね、型紙を使って縫いますっていう方はこれよりはね、引き算をしないでくださいね。これより作業工程を減らしたり、布の面積を減らしたり、ポケットをやめたとかいう、こういう引き算はこれ以上は絶対にしないでくださいね。命を守るものなので、めんどくさいとかね、あの邪魔くさいとか言うので、あの妥協はしては欲しくないですよね。これをこの通りに塗ってくださいね。さあ、リュウさん、夕の方が にぎやかやな。リュウさん何してる？あ、お家でいるか。おうち時間大事だよ。さあ、あ、すごい、春のママさん、もう10枚作りましたよって言ってくださった。ありがとうございます。たくさんだね。みっぺーちゃん、みっぺーちゃん来てくれた、ありがとうございます。聞き逃しました。返し縫いのどこの3箇所、これね、ログをまた後で残すんで、後でもう一回見ていただいてもいいんですが、ね、返し縫いするのはこのポケットの縁のここ、開けるところのここと、最後の縫い終わりのここの3箇所だけですよ。よくわからなかったら、これね、インスタライブ終わった後にすぐアーカイブで残すので、また見てみてください。このアーカイブも24時間で消えてしまうんですが、それも見れなかった方は、あの YouTube の方にね、フェルトチャンネルっていう YouTube の方にもログを残していきますんで、よかったらそれも繰り返し、ほら、いらないとこは飛ばして止めたりとかできるんで、そっちでも見てみてくださいね。あ、ひろみさん、裁縫苦手ですが挑戦していますって言ってくださって、ありがとうございます。そう、頑張れ、大丈夫。小学5年生も今塗ってらっしゃるみたいですよ。うちの1年生も縫えたんでね、手縫いでも大丈夫、ミシンでもできる。ゆっくりでいいんでやってみてくださいね。おととさん、型紙プリントアウトだけして縫えずにしました。プリントアウトできない人もたくさんいるの。だからプリントアウトしてくださってね、ありがとうございます。ちょっと重たい腰を上げて、ちょっとやってみたら何かが始まると思いますよ。そう。みつごんさん、別型紙で今日ポケットオリジナルでつけたけど、とても分かりやすく簡単で、大事な要素が簡単に工夫されててありがとうです。あ、そうなんですか。うん、ぜひともね、あのポケットにフィルターを入れて使うのだけはね、お伝えくださいね。かよさん、今日めいっ子と子供と孫ちゃんの分を作っていましたって、すごい、ありがたや。そら、そうたさん、私プリンターもパソコンもなくて、ありがとうございます。あのプリンターもパソコンもない方のためにね、手書きでできるね、寸法をね、あのお伝えしてますよ。あの手書きできない方は、あのこれを見てね、手で書いてくださいっていうのをね、あのご案内させていただいてるんですね。それはね、お手数ですが見ていただいて、あのパソコンもプリンターもない方にもできるように、あのダウンロードも難しい方にも作れるように、あのご案内してます。もしね、それをね、ご覧になられたい方はね、過去のポストを巡ってくださっても構わないんですが、それすらね、あのね、わかんないわっていう方はね、あのメッセージを後でください。こういったね、この画像をね、メッセージで送信しますわ。この型紙の寸法を書いてありますよ。何センチ何センチ何センチって、これをね、見てね、あの型紙をどうか、あなたの A4 コピー用紙1枚あればこれが書けるので、これをね、自分で手で書いてみてください。ざっくりで大丈夫、ざっくりで。実際にこれを、これで手書きをして型紙を起こして、でこれでマスクを作ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんでね、そう、これでできると思うんで、この画像がもしね、過去のポストの、何日や、3月5日のポストにあるんですけれども、このね、作り方を公開しますっていうやつ、ちょっと文字が反転してるんですが、このトップ画像の投稿ですわ。
これの3月5日のポストにこうスワイプしていただいたら、そうか、あのちゃんとねこの寸法書いた画像があるんですけど、これをもし見つけきれなかったら後で DM ください。私この画像を保存しますんで、これを見てね作ってみてくださいね。そう、途中から拝見させていただきます。本日のお持ちのはタナロンですか？そうですね、あの薄手のコットンでやってますよ。あのわざとあのガーゼのない方のためにやってますよ。あのね、ガーゼがあればいいですよ、ない方が多いので。違う素材でも作れますよということをさせてもらってますよ。でゴム通ししながらコメント読みますね。ゴムは22センチってご案内してますが、ゴムの伸び具合もそれぞれ違うと思いますので、あのぜひともね伸び、あのゴムはねもし長さが決められなかったらちょっと長めにしてゴムを通した状態で、あのそれぞれのお客様のお顔に合わせて結んでくださいっていうのもありかなと思いますよ。私はゴムがねあるんですけれども、ゴムのない方はね、先ほどちらりとお見せしましたが、このように紙マスクのねゴムはね、私の使っているこのねマスクゴムよりすごく柔らかくて優秀なので、これは一番ゴムの代替品としては一番トップクラスだと思いますよ。これをこう紙マスクのここをこう切り取っていただいて、こんな風にで、この出来上がった状態のここにねこうやってくっつけて、ここを四角く縫い付ける。そう、こっちもね四角く縫い付ける、不織布ごと。そしたらねゴムのねマスクゴムの移植手術の完了ですよ。このゴムが一番実は優しい、耳に優しいし万能向き。こういうあのねマスクゴムのリユースっていう方法もありますね。マスクゴムがなくて作れないと思ってらっしゃる方はぜひねお手持ちの紙マスクのマスクゴムをねリユースしてからね移植手術を行ってくださいね。でもしねまたマスクゴムが手に入った時のために、一回このマスクゴムが通せる状態まで仕上げてしまったところにねこの不織布を縫い付けるっていう方法をされると、あの後でねそこだけほどいてマスクゴムを通し直すっていうこともできますんでね、そういう風にしてくださいね。そう、春花さんありがとう。早速裁断始めます。命守りましょうって言ってくれた。そう、これはね命を守るものですよ。なので私口うるさく言うけど、ポケット付きをしてください。ポケットにフィルターを入れて使ってください。これだけはもう本当にもうずっと言う、ずっと言うよ。命を守るものなんでね、妥協はしませんし、まあいっか、めんどくさいかとかはしないですよ。口うるさく言う、命を守るものをあなたたち、私たちは作っているということをすごく意識してね、それを世の中に広めているということを意識してね、自信を持って進めていただいて構いません。ピンタさん、いつもの他のマスクを作っていて、ゴム通しのところが厚くなりすぎてゴム通せなかったりしたので、こちらのマスクは作りやすそう。こんなにマスク作りでワクワクしてるの初めてです。私はピンタさんのコメントでワクワクしますが、これはね、他、そうなんです。他のどのマスクと違うのは、ここが柔らかい。一回折るだけで、マスクゴムを通すようになってるの。これはね、ゴム通しやすいのも確かにそうですが、この柔らかさ、ここのこの柔らかさはね顔にフィットするの。そう、エリコ、エイコさん、私も作りました。型紙ありがとうございます。デイサービスのばあちゃんたちに配りますよって。エイコさん大好き、みんなエイコさんに拍手だね。 KCMR さん、素敵な出会いに感謝。娘が保育園勤務で使い捨てマスクが手に入らず作って渡されます。ありがとうございます。私もね保育施設からあのごろっとまとめてオーダーいただきましたよ。あとね指定病院の看護師さんからゴロッとまとめて、指定病院の看護師さんやスタッフの皆様の分のご注文もいただきました。なぜならポケット付きだからですよ。そういったね命に関わるところに携わっている方からご注文がいただけているということ、海外の各国からご注文がいただけているということ、これはね実績ですよ。自信持って進めてください。命を守るものを作っているっていうこと、そう大事。ミペちゃんありがとうございますって言ってくれた。ソータさん、画像2センチ差しで測ってスクショしながら型紙作りました。ありがとうございます。ひろこさん、先日は代用品の配信もありがとうございました。いえいえ、嬉しい、話し方に癒されました。家族5人分頑張って作りますって言ってくれた。頑張れ。はるみさん、笑い方は好きです。下品でしょ、ごめんなさいね。ミペちゃん、とりあえず裁断を大量にしてみました。できるのだろうか。できるよ、やりだしたら止まらなくなるからね。
ルカさん欲しいです。何が欲しいだろう。画像かな。後で DM ください。メッセージを私にください。お渡ししますんでね。手縫いの型紙も分かりやすくて作りやすかったので 手書き手書きで十分でした。よかった。手書きでもできるかな。リコさん助かります。私もコピー機なくて作れなくて、早速手書きの型紙作ります。 OK、 私に DM ください。後で送り返します。中に入れるフィルターは使い捨てでしょうか。繰り返し使うその頻度は、持ってらっしゃるフィルター効果のあるものの数と、あと使っている頻度にもよると思うんですが、もう最後1枚しかフィルターがない方に3回使ったら捨ててくださいとは私は言えないので、それぞれにね、中のフィルターのものは1回使ったらポイじゃなくて繰り返し使う、これにね、ポケットに紙マスクを入れて使う、この紙マスクが残り少ないから、これを最大限に利用できるようにここに入れて、これを繰り返し使う、こっちを洗う、これでね、感染予防をしていきましょうっていう、この考え方なんで、この中身をね、何回繰り返すかは、何回使用するかは、お手持ちのね、この紙マスクやフィルターの残数とかにもよって ご自身でね、判断していただけたらと思います。ここに入れて使う。カーカさん、マスクもポケットがあるのが菌を遮るものを入れることができないと、つけていてもダメみたいですよ。フェルトさん、すごい特許です。ありがとう。特許嬉しい。あ、その学校さんも来てくれてる。移植手術です。かけちょこさんに言われた。そっちさん、すごい。胴体にムチ打ってます。川子さん、無理なくね。かずみんさん、ゆかりるおさん、こんにちは。かずみんさん、フェルトさんのマスク早速作って家族全員つけてます。周りの友達にも勧めて、みんな早速作ってるみたいです。ってありがとうございます。フィルター入れてな。フィルターも伝えてよ。嬉しい。これを進めよう。これは世界にも認められているって言ったら大げさかもしれないけど、すごい多国籍の方々からも、あなたは素晴らしい、あなたはすごいって言っていただいて、実際に作って使っていただいて、フィットするって言っていただいてるので、日本人だけじゃなくて顔に合うみたい。あとはね、医療機関とか保育施設の方からもご注文いただいてますので、指定病院だよ、感染の。すごいね。そこのスタッフさんからご注文いただいてるんですよ。自信持って進めていただいて構いませんのでね、命を守るものなのでね。これフィルター入れないで使うんだったら、ただの布マスクですよ。これをね、フィルター入れないで使うんだったら、私オーバーな話ですけど、安倍さんのマスク使ってた方がよっぽど感染能力、予防効果高いと思いますよ。あっちの方が分厚いから。これは必ずポケットがついていて、中にフィルターを入れて使う。フィルターがないただの布マスクは、安倍さんの布マスクをおすすめします。花空はせなさん、はじめまして、コメントありがとうございます。さあ、はにわさん、フィルターは100均で売っているエアコン用のフィルターをカットして使おうと思ってます。いいと思います。キッチンペーパーとかね、コーヒーフィルターとかね、換気扇のフィルターとかで、皆さんいろんなの考えてしてらっしゃいますわ。必ずフィルターを入れてくださいね。あと3分ぐらい。なんか質問あったら、このね、一生懸命書いてるけど間に合わないとか、この流れに乗って書けなかったっていう方は、このライブ配信が終わった後でも私にメッセージくださいましたら、お返事させていただきますんで、焦らなくて大丈夫ですよね。あ、花空さん、こちらのマスクを知って早速作りたいなと思いましたって言ってくださってありがとうございます。よかったらね、このね、ロゴも後で、すぐアーカイブに載せますので、後で見ていただけますので、聞き逃したとか、最初何言ってたのと思ったら、遡って見れますんで見てくださいね。本命さん、とても役に立つ話をありがとうございます。夜の分も頑張ってください。9時からです。夜はまた9時から繰り返しやりますよ。使用するのはやはりガーゼ生地がいいんですか。普通の布でもできますよ。これ外側普通の布で作ってみました。ハンカチぐらいの厚さの布ですよ。見て、どう？こんな柄も可愛くないですか。優しそう。あとさ、20秒だ。長山さん、量産中、ありがとう。 OK、 じゃあ今日ね、またね、ニコさんも作ってくれてありがとう。また夜ね、9時ね、もし分かんないことだったらそこでも聞いてください。終わりのじゃんけんするよ。終わりのじゃんけん、じゃんけん、グー。今日はグーでした。見てくださってありがとう。また夜9時からやります。